ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこちら、ハードディスクでおなじみのシーゲートの方から新たに 20TB の容量を搭載したハードディスクが発表されましたので、ご紹介したいと思います。今画面に表示するのがシーゲートの公式ページの方になり、今回は2つのラインナップからこの 20TB というのが登場し、例えばこちらの EOS X20 ハードディスク、このシリーズからも 20TB のモデルが発表されました。製品名はそのまま EOS X20 20TB という製品名で、もうこの製品名からも分かる通り 20TB の容量を搭載しています。数年前ならば 2TB でもまあまあ容量は大きかった方ですが、今回はその一気に10倍となる 20TB のラインナップの登場となります。インターフェースにつきましては SATA 接続などを利用する一般的な端子になっていますが、なんといっても 20TB という容量が大きいのが最大の特徴で、おそらく多くの方が気になっているのはこの 20TB の最新モデル、価格はいくらになるのかというところかと思います。まだ国内での価格については発表されていないものの、海外での発表価格につきましては、だいたい650ドル前後、このぐらいの価格で販売される予定です。ですので、日本円にしますと7万円台ということになります。ただ、そもそも、この 20TB のようなハードディスクを買われる方というのは、ハードディスク1個が欲しいというわけではなく、2つ購入して RAID 1で接続したり、あるいは NAS 用に4台まとめ買いしたりということが多いかと思います。ですので、日本円にして1台あたり7万2000円として計算したとしても、4台購入したとすると7万2000円かける4台分ということで、合計金額は約30万円となってしまいます。ですので、 20TB という容量は魅力的ではあるものの、やはり NAS だったりデータを安全に保存するような製品と同時に組み合わせて使う場合は複数台購入する必要がありますので、まだまだお買い得感が少しないモデルとなっています。これだけですと話はそこで終わってしまいますので、今回はなるべく大容量で、しかも性能的にも長時間駆動しても壊れにくい、安心できるモデル、だいたい今はどのぐらいの価格帯で販売されているのかというところもご紹介したいと思います。さすがにこの 20TB のモデルというのはまだ国内で販売されていませんので、これよりも容量が少なくなってしまいますが、お買い得のモデルご紹介したいと思います。やはりメーカー的には今回ご紹介しましたシーゲートの製品が安心して使えるメーカーとなっています。シーゲートはハードディスクでも用途向けに様々なラインナップを用意しており、まず一つ目にご紹介するモデルはこちらのスカイホークというモデルになります。このモデルはどちらかと言いますとデータを保存するということには変わりないもの、ネットワーク監視カメラ、ビデオレコーダー用として販売されているモデルですが、普通にパソコンに接続して使うこともできるモデルです。とにかくネットワーク監視カメラなど長時間ずっとハードディスクを回しっぱなしにしてデータを記録し続けるという用途で使いますので、信頼性の高いモデルになっています。しかもこのモデル、まあまあ価格は安く、今画面に表示します 4TB モデルであればその価格は 12,480円、現在販売されています最大容量の 8TB を購入したとしても 26,925円ということになります。 RAID 1で接続するために2台まとめ買いしたとしても5万円ちょっとで済むお買い得なモデルとなっています。欠点としましては、現在販売されているモデルにつきましては 8TB が上限となってしまいますので、 8TB では容量が足りないという方、そういう方はもう一つ他のシリーズがあって、それがこちら、こちらも長時間の記録に対応したモデルで、
こちらにつきましては5年保証、24時間1日中稼働しても大丈夫、旧ハードディスクになっています。同じくシーゲートの製品でアイロンウルフシリーズの製品になります。こちらのモデルになりますと容量は大きく、お買い得感のある 4TB モデルは16,000円、そしてこのシリーズですと最大容量 14TB のモデルも現在販売されており、 14TB になりますと37,473円と、 14TB で37,000円ということで、容量あたりの価格にしますとまあまあ安い、コスパの高いモデルと言えます。特に 14TB もありますと、ほとんどの場合は十分容量が足りるということになりますので、例えば何かテレビの録画をしたり、あるいはパソコンのデータをたくさん保存したりという方にとってもほぼ不満のない容量かと思います。なんといってもこの製品は 14TB でも 37,000円で購入できるというコスパの高さが魅力の製品で、しかも5年保証がついていたり、長時間記録することもできる、信頼できるモデルとなっています。今回はシーゲートから新たに 20TB のハードディスクが発表されましたが、今購入するならばやはりお買い得感のあるこの 14TB、 シーゲートアイロンウルフシリーズ、この製品で 14TB のモデルを選択するというのがある意味妥当な選択肢になるかと思います。なおその他にもシーゲートはさまざまなラインナップを用意していて、ハードディスクだけではなくデータを起動するためのパソコン内蔵タイプ、あるいは外付けタイプのハードディスク、持ち運ぶような方に最適なポータブルタイプなど、さまざまなラインナップがあります。 SSD もラインナップしていますが、どちらかと言いますとシーゲートは大容量のハードディスクが有名なブランドですので、特にこれから年末にかけて何かパソコンに録画データを残したいという方など、そういう方は今のうちにハードディスクを増設してたくさんデータが保存できるように準備しておくといいのではないかと思います。ということで今回はハードディスクでおなじみのシーゲートの方から新たに 20TB のハードディスクが発表されましたのでご紹介しました。なお今回最後にご紹介しました現実的な価格で販売されている大容量モデル、そちらの販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄にやっておきます。そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。